ゆっくり歌劇団が行く、スイス、フランス5県の旅。ということで、今回私たちは、スイスの中部にある町、シュピーツから、西の地域を目指します。この国は、複数の、異なる言葉を話す国に囲まれているため、地域によって、公用語が異なるんです。そのうち、西部は、フランスと接していることから、フランス語が使われます。もちろんここにも、独自の魅力を持つ鉄道が存在します。ご案内はいつもの通りドイツ鉄道の ICE D ちゃんと私トレニタリアの銀様。ついでに、あ、ついでじゃねえや。メインキャラのゆっくりさんでお送りいたします。ところで今日は高いところから撮った映像ってないよね。と言いますと、前回説明してる最中にいきなり恐怖映像が出てきて、しばらく足の震えが止まらなかったんだけど、あ、わざわざ出さなくていいから。あのことね。ごめん、じいちゃんの解説パートだったの忘れて、高い橋から見下ろした谷の映像を入れちゃった。じいちゃんさん、2階建て車両ぐらいの高さなら、平気なんだよな。だいたい、5メートル超えるとダメなんだよ。たかだか15メートルぐらいの展望台で、安全帯着用しようとしたのは、さすがにビビったぞ。それはいいとして、前回に引き続き、スイス西部への旅を、続けていきましょう。僕たちは、この国で最大の都市、チューリッヒから、スイス国鉄の特急に乗って、中部の、シュピーツまで移動してきました。ここで、BLS、という私鉄の電車に乗り換えます。ここまで来ると、何が目的か、察しがついた方も、大勢いらっしゃると思うけど、黙ってるのよ。シルバーと黄緑色の車体が目を引く、BLS 鉄道は、スイスの中部地域に、およそ400キロのネットワークを持つ鉄道です。社名を構成する、それぞれのアルファベットは、ベルン、レッチュベルク、シンプロンの略。これらはすべて地名で、地域の、頭文字を取ったものです。皆様にわかりやすく例えるなら、京阪神、みたいな感じですな。BLS 車の線路の幅は、スイス国鉄と同じ、1435ミリの、標準規です。電化方式も同じで、一部の区間は、スイス国鉄の列車と、線路を共有しています。実は先ほど、国鉄の特急列車に乗っている時から、緑色の列車と、何度もすれ違っていました。またこの鉄道は、首都ベルン近郊で、S バーンと呼ばれる、近距離、各駅停車の運転も、担当します。通常、S バーンは、国鉄系の会社が、ネットワークを担うことが多いのですが、スイスの首都ベルンでは、地域に根付いた私鉄が、運行を受け負っているんです。一方で、この鉄道が走らせている種別は、各駅停車と、快速列車のみ。優等列車の運転はなく、保有する車種も、通勤用と、快速向けの車両がほとんどです。主要駅のみに止まる、特急列車は、路線を共有する、スイス国鉄が担当し、BLS は、快速、各駅停車と、役割を分けているんですよ。車両は少し前まで、1980年代製の、古い電車や、電気機関車に惹かれる、客車列車が大半を占めていました。ですが現在は、バリアフリー設備を備えた、新型電車の導入が進みつつあります。今僕たちが乗っているのは、地元スイスが開発した、1階建ての快速用電車、RABE528 型です。2020年に導入された、最新型で、鉄道会社の BLS では、ミカ、という愛称が与えられています。これは、モデルナー、イノベーティバー、コンパクター、アルラウンドツーク、の略。ドイツ語で、モダンで革新的、そして、コンパクトな万能列車、という意味になります。名前の通り、様々な設備を備えた、万能列車です。基本は、通勤、快速用の列車ながら、飲み物の自動販売機があり、ある程度の長距離移動も、考慮されています。一等席は、特急列車のような、大型シートが装備され、ゆったりした作りになっていました。珍しいですよね。スイスの通勤電車の一等席って、普通席と、区画が分けられてるだけで、座席はどこも変わらないのが、一般的なんです。だけど、BLS のミカちゃんは、きちんと専用のシートが配置されていました。その謎は、後で説明するね。この電車の最高速度は、時速160キロ。国鉄の特急列車に比べて低いのですが、あくまで、快速、通勤用の電車ですから、性能面で、特に不足はありません。
むしろ、BLS では、カーブが続く区間ばかりですので、最高速度まで出す場面が、多くないんですよ。現に、僕たちが乗っている、ツバイ人面への路線も、常に大小の曲線区間が連続していました。ところで、この車両の客室は、なんとなく、この間乗った、スイス国鉄の、ジルノに似てると思いませんか？デッキに通じる、仕切りのドアとか、案内モニターのデザインがそっくりです。一等席の座席も、整地や色を変えただけで、同じものを流用しています。その通り。実は、BLS で使われる新型車両、ミカは、スイス国鉄の新型特急、ジルノと、つながりの深い車両だったのだ。2020年から、BLS に導入された、RAB528 型は、スイスの車両メーカー、シュタットラー製の電車だ。メーカーでは、フラート、と呼ばれる車両で、現在多くのバリエーションが展開され、各国へ、広く輸出もされている。フラートシリーズは、2004年から製造が始まった車両だが、何度かモデルチェンジが実施され、初代と現行型では、外観から中身まで、大きく異なる。フラートは最初、地域輸送を担う、小規模の電車として計画されていた。両端の先頭車両にモーターを積み、無動力の中間車両を、間に組み込むことで、列車を構成する。この中間車両の数は、1両単位で調節可能で、鉄道会社が発注時に、路線の規模に合わせて、適切な輸送力にすることを、可能にしていた。最短の構成では、先頭車同士を、背中合わせにつなげた、2両編成。最も長い構成にすると、中間車を4両も挟み込む、6両にできます。最近は、さらに中間車両を増やした、8両編成の、特別仕様も登場しました。それから、基本的に、先頭車同士が連結できる仕組みなので、ラッシュ時には、輸送力を増やしたり、途中の駅で、異なる方面へ、列車を分割させる、といった運転も可能です。フラートは、ある程度形が決まっている、汎用のコミューター車両なので、少量の発注でも、価格が安く、比較的短時間で納入できるのが、大きな強みだった。これを活かして、地方自治体の交通局や、北欧、バルト三国など、鉄道の規模が小さい国の国鉄、さらに、新興の鉄道会社などからも、注文が増えていく。もちろん、地元スイスや、お隣の、ドイツ、イタリアなどからは、大量の注文が舞い込み、ヨーロッパでは、通勤型車両の、一大勢力に発展していった。また、製造が進むうち、国が定める安全基準が変更されたことや、販売先の要望に応えるべく、モデルチェンジを実施、各種の性能から、外観までが、大きく変わっていった。その中で、BLS で使われているのは、第4世代の最新型だ。この型では、安全性や、環境性能が向上。そしてもちろん、走行性能が引き上げられ、その気になれば、特急相当の運用もこなせる能力になっている。この、通勤、快速用電車をベースに開発されたのが、スイス国鉄の国際特急電車、ジルノでした。フラートは、第3世代から、走行性能が引き上げられ、モーターの出力を上げると、時速200キロ運転もできる車体に、改良されました。この性能を活かし、ノルウェーで導入された編成では、国際運転や、長距離運用も担当しています。しかし、いくら車両の性能が上がったといっても、所詮は通勤電車。完全に同じ設計のまま、特急列車を仕立て上げるのは、やはり限界があります。そこで、メーカーのシュタットラーは、フラートの車体構造をもとに、各部を進化させた、特急専用車を作り上げたのです。こうして誕生したジルノですが、一目見る限りでは、ベースが通勤車両とは思えないデザインです。高速運転を考慮して、優先形になった、先頭部はもとより、コミューター列車では、両開きだったドアが、一枚の扉に変化したりと、特急列車らしい外観です。その反面、車体の基本構造に、フラートとの共通点が見られます。車両との連結部に台車を配置する、連接構造や、スイスの低いホームから、段差なく乗り降りできるようにした、低床構造などが、フラートから受け継いだ部分です。けれども、通勤電車から生まれた、特急電車、と聞くと、なんだか安っぽいイメージを持ってしまいますよね。実際、ジルノがフラートの構造を流用したのは、開発コストの低減も、目的の一つでした。ですが理由は、それだけではありません。
近年の完全な新規開発の車両は安全基準の審査や試験に長い時間と多額のコストがかかるようになっていました。そのため、すでに完成している既存の車両の構造を用いることにより、設計時間の短縮をしたり、運輸局による安全基準の審査をクリアしやすくしていたのです。これって、日立がイタリア向けに作った通勤電車のカラバッチョみたいですね。あれも ETR400 型の衝撃吸収構造や ETR700 型の足回りの設計を拝借してましたよね。そうなんだよ。必要な機能、設備が増えた上に安全基準が厳しくなったから、最近はどのメーカーも一度試験にパスした設計を用いて、なるべく構造を共通化するのがトレンドになっているんだ。それともう一つ気になるポイントがあります。ジルノって走行中に床下のモーター音とか風切り音が目立てましたよね。あれはもしかして元がコミューター用の電車だったから？その影響は無視できないね。高速走行で揺れが大きかったり、車輪周りの遮音に難があるといった欠点は、フラート由来の弱点を引き継いじゃったんだ。ですが逆に、特急型のジルノから、快速列車用のフラートへ、アイデアが受け渡された部分もあります。それが、デッキのデザインや、シート周りなどの、車内設備です。これらは、長時間の乗車も想定される、フラートの新型車、ミカの車内に活かされ、快適性の向上に貢献していたのでした。といった話をしているうちに、BLS の快速列車は、終点の、ツバイ人面駅に到着しちゃいました。僕たちはここで、再び列車を乗り換え、さらに西へ進んでいきます。スイスは、交通機関の運転が、大幅に効率化されている国です。各地の駅では、異なる方面へ、接続が考慮されたダイヤが組まれ、わずか数分で、別の列車への乗り換えができてしまいます。それに、ドイツ鉄道と違って、大幅に遅れることは、滅多になく、ドイツ鉄道と違って、信頼性が高いのも特徴です。と言ったけど、思い返せば何度か、イレギュラー運転があったね。1時間も遅れた上に、車両故障が起きて、突然別の列車に乗り換えさせられたとか、ありましたな。でもあれも、乗り換え駅で、あらかじめ、別の列車が待機してたのが驚きだった。まあそれは置いといて、乗り換えが考慮されているのは、鉄道同士や、同じ会社だけではありません。国鉄と私鉄など、異なる鉄道会社や、路線バスへの乗り継ぎはもちろんのこと。地域によっては、湖を渡る、フェリーとも、乗り換えを前提とした時刻表が、組まれているのです。ほんとこの点は、ドイツ鉄道に慣れちゃうと、調子狂うよな。地図アプリのルート検索で、接続時間が3分と出てきた駅とか、まず乗り換えはできないものだと思っちゃってたもん。正直言って、僕も無理だと思ってた。スイスの交通機関を、ドイツ鉄道基準で考えちゃいけないんだね。ここツバイ人面駅も、異なる鉄道会社への接続駅です。ここは、シュピーツから乗ってきた、BLS の終点であると同時に、MOB という、別の鉄道会社の始発駅なのです。MOB とは、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道の略、スイス西部の地域にネットワークを持つ私鉄です。ツバイ人面駅では、ホームを挟んで、両社の列車が並び、短時間で乗り換えができるよう、考慮されています。列車が到着すると、ホームでは、大勢のお客さんが慌ただしく行き交い、すぐに互いの電車に収まりました。ただ、こうした効率的な運転ダイヤにも、大きな欠点がある。それは何と言っても、駅や車両を、じっくり見物できない。それってゆっくりだけが思ける問題だろ。私だけじゃない。全国113万人の旅行好き、そして乗り鉄の皆様にとっても大問題だと思うぞ。何しろスイスは列車も魅力的で、時にはとんでもない個性を隠し持っているくせに、接続時間がわずか数分で、すぐにドアが閉まり、列車が動き出してしまう。なので、乗り換えの合間に、車両をじっくり観察するなんてことは、まず不可能。先頭車両に行って、旅の記念に、これから乗る列車の写真を1枚撮るだけでも、ギリギリになってしまうのだ。ということで、私たちは、すぐに乗れる、本来の接続列車を1本見送り、1時間後に来る、次の列車に乗ることにした。ここツバイ人面は、2つの鉄道の、接続駅の役割が強く、ここを目的地にする人は、あまりいない様子です。
列車が出発してしまうと、駅構内にいる人はまばらになり、一気に静まり返ります。ところで、スイスの鉄道は、観光要素が強い路線が、いくつもありますよね。まず挙げられるのが、レイティッシュ鉄道の、アルブラ線です。ここは、世界遺産の、ラントバッサー峡をはじめ、有名な景勝地があること。そして、スイスで最も有名な観光列車、氷河急行が走っていることからも、その名が世界に知れ渡っています。氷河急行に乗ることを、旅のハイライトにした、観光ツアーもあるぐらいです。続いて、同じくレイティッシュ鉄道の、ベルニナ線も、負けてはいません。ここは、イタリアへ続く路線なので、スイスとイタリアの、両方が楽しめるルートです。こちらも、専用のパノラマ客車で運転する特別列車、ベルニナ急行が走り、人気を集めています。そして、隠れた景勝地が、今僕たちがいる、ツバイ人面を含む、西部へ続く路線なんです。ここは、ゴールデンパスラインといい、スイスの中部から、西部までを横切る、景勝ルートです。路線は3つの私鉄にまたがり、全長は、およそ250キロにもなります。まず、東の部分を担当しているのが、セントラル鉄道です。中部の都市、ルッテルンから、スイス中央部に位置する高地、ベルナーオーバーラント地方を結びます。沿線には、以前ご紹介した、世界で一番急な勾配を持つ鉄道、ピラプス鉄道や、蒸気機関車を用いる登山鉄道、ブリエンツロートホルン鉄道などへの接続駅があり、スイスの個性豊かな登山鉄道にアクセスするためにも、乗車する機会がある路線です。僕たちも、ピラプス鉄道に乗る前に、このセントラル鉄道に、お世話になっていました。セントラル鉄道が担当する、ゴールデンパスラインの区間は、ルッテルンから、インターラーケンまでの間で、所要時間は、ちょうど2時間、時間帯によっては、簡易食堂車を組み込んだ、専用車両で運転されます。次に、ゴールデンパスラインの中間部を担当するのが、先ほどここまで乗ってきた、ベルン、レッチュベルク、シンプロン鉄道です。こちらは、途中に大きな都市がある上、大半の車両が、都市交通の電車として機能しているためか、あまり列車が特別ではありません。車両は、ローカル専用の電車や、客車が用いられ、東西の、他の線区に比べて、どうしても見劣りしていました。2020年に導入された、新型車両のミカが、車内に自動販売機を設置したり、一等席のシートを、特急列車のジルノに準じたものにしたのは、観光路線における、サービス向上の一環だったのです。そして、西部地域を担当するのが、これから特集する、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道、通称、MOB です。ここは、ゆっくりさん、ちょっと落ち着こう。面白い形態の電車がいっぱいで、お話ししたいことはわかる。鼻息を抑えて、あらやだ私ったら恥ずかしいわ。細かいことは、列車に乗りながらお話しするとして、MOB には、またまた素晴らしい車窓を楽しめる車両が、運転されています。ここまで、じいちゃんさんの説明を聞いていた、良い子の皆様は、ゴールデンパスラインが抱える、ある欠点に気づいた方が、いるのではないだろうか。その通り、ゴールデンパスラインは、乗り換えなしに、全線を直通できる列車、というのが、ないのである。ダイヤやホームなど、接続駅で利便性は図られているものの、担当する鉄道会社が変わるたびに、必ず乗り換えをしなければいけないのだ。その理由は、足元の、線路にあった。一つ目の問題は、線路の幅。東の、セントラル鉄道区間と、西の、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道は、線路の幅が1000ミリの、凶器で敷かれているが、中央区間を担当する、BLS 鉄道だけは、1435ミリの、標準器が採用されていたのだ。会社ごとに、線路の幅が大きく違うので、車両を直通させることができないのである。さらに、セントラル鉄道は、途中に、通常の丸い車輪だけでは登れないほどの、急勾配区間がある。急坂を登るため、ラックレールが敷かれていることもあって、セントラル鉄道区間は、歯車式車輪を備えた、特殊な車両が必要だった。このような背景から、ゴールデンパスラインを旅する人たちは、鉄道会社が変わるたびに、列車の乗り換えをしなければならなかった。しかし、なんとか同じ列車で、二つのレール幅の鉄道を直通できないものだろうか。ということで開発されたのが、車庫の隅に誘致されている、紺色の車両だ。
あの列車は、ゴールデンパスエクスプレス、といい、2022年に導入された、観光用車両だ。幽霊かつ、高級感あふれる外観は、イタリアのデザイン会社、ピニンファリーナが担当した。同社が手掛けた鉄道車両には、デンマークの欠陥機動車、IC4 や、オランダ、ベルギーで大問題となった、V250 型、後の、ETR700 型などがある。なんか嫌な予感がした人が多いと思うけど、黙ってるのよ。ゴールデンパスエクスプレスの車体には、観光列車らしく、景色を楽しめる、大きな窓や、ゆったりした座席を装備している。そして何より、世界が注目している特徴が、異なる線路の幅に対応した、フリーゲージトレインだということだ。真っ先にそこに注目してるのは、お前ぐらいなもんだよ。ところで私たちは以前、スペインで、異なる幅の線路を直通できる、フリーゲージトレインの列車に乗車していたのを、覚えていらっしゃるだろうか。スペインの線路は、左右のレール幅が、新幹線と同じ、1435mm の標準機と、それよりも広い、1668mm の、後期が用いられていた。それに対して、スイスで新たに登場した車両は、1435mm の標準機と、それよりも狭い、1000mm の幅に対応しているのだ。この新型車両の導入に合わせ、接続駅の椿井人面駅構内に、車輪の間隔を変えるための、特殊な線路が設置された。左右の線路の間に、V 字状のガイドレールが設けた部分が、機関変更装置だ。ゴールデンパスエクスプレスは、ここの線路を、ただ通過するだけで、自動的に車輪の幅が変わり、1000mm機関と、1435mm の標準機の線路を、直通できるのである。しかもこの設備は、スペインで用いられている方式より、構造が簡素化された上、省力化を実現。スイスの山あいに設けられたものなので、冬の積雪も考慮されている。機関変更機能を搭載した、新型観光列車、ゴールデンパスエクスプレスは、西部の MOB と、中央の BLS 鉄道のみに対応しています。東のセントラル鉄道は、ラックレール区間がある関係で、車輪周りが複雑な、フリーゲージトレインが、乗り入れできないんです。そのため、ゴールデンパスライン全線を走り通すことはできず、運転区間は、西の終点、モントルーから、インターラーケンまでの間に、限定されます。などと、ここまでの説明を聞く限りですと、スイスの技術はすごい。そんないいものがあるのなら、スイスと同じ車両を、日本でも導入すればいいじゃないか。線路の幅が、日本の在来線と、新幹線とで、ほとんど同じだ。それなら、フリーゲージトレインを、わざわざ独自開発するよりも、これを輸入した方が、よっぽど安上がりになるだろ。なんて、思っちゃいませんか？思いますよね。ところが、この車両は、日本で導入するには、不都合な部分がいくつもありました。まず、ゴールデンパスエクスプレスは、動力のない、客車列車だということ。編成端の車両は、ワイパーやヘッドライトがあり、電車みたいな外観をしていますが、あれは、運転台のある、客車、なんです。車輪の幅が変えられる車両には、モーターがなく、自走ができません。走行するには、編成の先頭か、最後尾に、必ず機関車を連結しなくてはいけないんですよ。自慢の機能である、機関変更も、実は自力では動けないため、機関車の助けを借りて、実施します。そのため、連結をつけたり外したりする作業が、最低3回は必要で、意外に手間と時間がかかるんです。おまけに、スペインのフリーゲージトレイン、セリ H30-730 と違い、列車を牽引する機関車は、機関変更に対応していない。鉄道会社が変わるごとに、別の機関車を連結しなくてはいけないシステムなのだ。こちらは単純に、車内のお客さんが、乗り換える必要がないってだけなんですよねー。次に、この客車たちが持つウィークポイントが、最高速度の低さです。日本で計画されていた、フリーゲージトレインは、新幹線と、在来線特急の性質を合わせ持つものでした。しかし、スイスの、ゴールデンパスエクスプレスで、許容されている最高速度は、わずか100キロ。急カーブ、急勾配が連続する、山岳地帯用の車両なので、高速走行は、全く考えられていない構造なんです。つまり、車輪の幅を広げると、一応新幹線と同じ線路には乗りますが、時速300キロで走るなんて、とてもできません。なぜこんなに最高速度が遅いのかは、これから、車窓を見ていただければ、納得していただけると思います。そして何よりの問題、
それは、スイスですら、フリーゲージトレインの抱える悪癖を解消しきれませんでした。運行開始前に、機関変更装置を中心に、入念な耐久テストを繰り返していたものの、思わぬところに、落とし穴が潜んでいたのです。2022年の12月に運転を開始した、ゴールデンパスエクスプレスですが、翌年2月に、重大な問題が発覚しました。標準機を用いる、BLS の区間で、分岐器の部品が、異常摩耗していたのです。安全性の問題から、トラブルの原因を特定し、解決するまでの間、直通運転を、見合わせることが決定しました。そのため、世界でも数少ない、フリーゲージトレインを用いた運転は、わずか3ヶ月で、取りやめになってしまったのです。3ヶ月で運休ってことは、あの、3週間のレジェンドよりかは、ずっとマシだな。あれを超えるものは、そうそう現れないって。やがて、異常摩耗の原因が判明し、問題が起きた部分を修正した上で、同年6月に、再び直通運転は再開されました。けれど、現在もたびたび故障が起きていて、安定した走行が、まだできていないようなんです。運転区間が、突然 MOB 線区のみになったり、運休になったりするケースが、よくあります。実は、僕たちが、ツバイ人面を訪れた時も、ゴールデンパスエクスプレスの運転が中止になっていて、車両は、車庫の片隅で誘致されていました。だから、車内の様子とかをお伝えできなかったんです。すいません。とは言っても、この鉄道には、他にも面白い車両がたくさんいます。なので次回は、実際に、終点のモントルーまでの路線に乗ってみます。鉄道ガイドブックだと、特に絶景はないって書かれちゃってるんだけど、そんなことはないと思うんですよねー。要するにあれは、ブルージオのループ線とか、ラントバッサー橋みたいな、特筆すべきハイライトがないってだけじゃないかな。車窓は十分綺麗だと思うよ。だいたいスイスの景色は、標準のレベルが、マッターホルン並みに高すぎるんだよ。恐ろしい国です。それでは、ここまで見てくださって、ありがとうございました。